い、それではこれ手先の方を、これ長い帯ですので70センチぐらいの長さを取りまして、はい、胴に蓋巻きいたします。はい、蓋巻きしましたら、こういう全体に敷きたい時には中心を持って、はい、これで敷きます。はい、そのまま伸ばしまして、はい、ここも全体に持って、はい、敷きます。はい、そうしましたらここでクリップを、はい、横に留めまして、はい、ここで中心に、はい、中心まで持っていきまして、でそこから中に折りまして、ここの中心で交差になります。はい、ここで手先を下に下ろしましたら、はい、ここで、はい、端が中央に来るように真半分のまま回しまして、はい、ここで手先が下になるように、はい、しっかりと結びまして、はい、この持ってきたこの帯の上端をここで一回転して、はい、ここでまっすぐになるようにします。はい、この上に三重の、はい、仮紐をします。はい、ここまでしましたら、はい、垂れ元を左の方だけ開きますと、これが余りませんので、はい、ここで手幅一つぐらいのところで、はい、ここで中央に、はい、挟んで、ここに輪を作っておきます。はい、このまま、はい、はい、この裏を出したまま、このように折りまして、はい、手幅一つと、はい、少しで大体20センチぐらい折りましたら、右に羽を出しますので左の方を折ります。はい、こんな感じを作りまして、ここにゴムをします。はい、ここでこの先とこの先を、はい、このように折りましたら、はい、この輪に通しておきます。手先の方にも、はい、20センチぐらいの、はい、羽を作りまして、はい、ここで、際から開きまして、はい、
右に持ってきまして、はい、これと同じ幅でもう一つ折ります。少し短めに折りまして、はい、このキワで、はい、一つのタックを取ります。そうしましたら、はい、この1本目のゴムに通して、はい、このキワで、はい、開いておきます。はい、できるだけ中心に持ってきます。はい、そうしましたら、こちらの方も、はい、このキワから、はい、このように、はい、作りまして、はい、ここで布目をきれいに通して、はい、中心にタックを取りまして、2本目に、はい、このように通しまして、はい、ここ開いてから、はい、このまま、はい、手先をこのように持ち上げまして、はい、この輪の中に、はい、手先に作った長ひだを、はい、ここに通します。はい、しっかりこうハチハチ敷きますと、はい、イメージができますので、中央寄りに寄せて羽を開きます。はい、ここで少しだけ広げて、はい、これで帯締めを通します。下に少し引いて、はい、こんな感じに仕上げました。はい、じゃあここで帯締めを結びます。少し、はい、片方長めになってます。はい、これでしっかりと結びましたら、はい、長い方を、はい、このように輪を作りまして、しっかりと締めましたら、はい、このまま、はい、下から通しまして、はい、ここでちょっとずらして、はい、こんな感じに仕上げます。